こんにちは。今回は OPEC についてご案内いたします。目下、原油相場が大きく動いております。原油価格が動く中で、OPEC のですね、動向も気になります。アメリカも気になります。さまざまな要因があります。今回はその中でも特に OPEC、 こちらにつきましてご案内いたします。よろしくお願いします。ではこちらをご覧ください。OPEC とは何なんでしょうかという話を始めにいたします。難しいですね、言葉が多々ありますので、クイズ形式にしております。こちらをご覧ください。1番から7番まで持ってまいりました。で、このですね、枠の中に選択肢を設けました。丸1はここですね。オーガナイゼーションかオリエンタルかどちらかが入ります。というように、それぞれですね、丸1、丸2、さまざまありますけれども、こちらの選択肢をご覧いただいて、どの言葉が入るかを、当てていただくということであります。いかがですか？ OPEC の O は何なんでしょう？ P、E、C、そして、日本語における読み方、表記、世界の何々を目指すとあります。では上から言ってみましょうか。 O ですね。1番ご覧いただきますと、これはオーガナイゼーションですね。組織、機構という意味です。では2番、P ですね。パフォーマンスでしょうか？ペトロリアムでしょうか？こちらはペトロリアムです。石油という意味ですね。そして E、エクスポーティング、エクスチェンジ、どちらもこう入りそうな気はしますが、正解はエクスポーティングです。輸出です。そして4、 C ですね。カントリーです。コミッティ、こちらもどちらも入りそうな気はしますが、正解はカントリーです。国々ということですね。日本語における読み方は何度も申し上げますけれども、 OPEC ではなくてこの OPEC ということになります。表記はこちらですね。世界原油取引委員会か、あるいは石油輸出国機構かということですね。これはもうこちら上の方でですね、やっていますので、お分かりかと思いますけれども、正解は石油輸出国機構です。世界のですね、何々を目指す国際組織です。石油需給の安定化、石油需要の拡大化。正解は石油需給の安定化を目指している組織であります。この OPEC が動くと石油市場が動くというふうに言われています。発言力は、低下しつつあるとは言われているんですけれども、未だに大きいということになっていますので、このですね、組織のことを覚えていただく必要はあるかなというふうに思っています。ではこちらをご覧ください。そもそも OPEC はいつ生まれたのかという話をしています。 OPEC の起こりです。1、2、3、4、選択肢はこちらです。ご覧ください。いついつですね、何々年に設立されて、70年代ですねになってきますと、原油市場は何々と揶揄されるほど、 OPEC の原油価格の決定権ですね、強い影響力を持ったということですね。この頃には原油価格の決定権は何々から OPEC に移っていたと見られるということですね。そして OPEC は何々を引き起こしたということになります。では見ていきましょう。こちらですね、正解は1960年です。意外とこう新しいか古いかと、さまざま議論はありますけれども、ここですね、問題はここですね。作られてから10年後のですね、70年代になってきますと、原油市場はここですね。正解は OPEC の時代とですね、言われるほど OPEC が原油価格の決定権に強い影響力を持ちました。この頃にですね、には原油価格の決定権といいますのは、もともとですね、決定権を持っていた
人物、あるいは、組織があったんですけれども、そこからですね、OPEC に移っているということなんですが、丸三につきましてですね、選択肢は世界的な取引の組織、石油資本メジャーですね。正解は、メジャーです。欧米のですね、石油の会社です。これらがですね、決定権を持っていたんですが、OPEC ができて、十数年経ってですね、決定権が OPEC に移ったということであります。そして、その OPEC は何かを引き起こしました。原油価格を上げたんですね。上げるというふうに言ったんです。その出来事を4番ですね。急激な原油需要の喚起なのか、オイルショックなのかということですね。4番、正解はオイルショックです。OPEC が原油価格を上げると急騰しました。それによって日本も含めてですね、石油を使っている国はびっくりしました。大きな影響を受けました。なので、OPEC、影響力が大きいというふうなですね、印象が強まったということになっています。これが OPEC の起こりです。では次にこちらをご覧ください。役割です。ではその OPEC なんですけれども、何をやっているのかというとですね、やっていることをですね、考えていくと、まあやはりですね、OPEC の影響力はまあそこそこあるんだなというふうにわかるんですけれども、まずはですね、ご覧いただきますと、OPEC が生産量を増やすことを、まあ2番ですね、何々と言いまして、需給のとなり、まあ3番はですね、こちらですね、緩和要因かですね、まあ、引き締め要因かということなんですけれども、どちらかの要因になりますと。そして、原油価格の4番ですね。下落か上昇か、どちらかの要因になります。逆に生産量を減らすことについては、こちらですね。これ、まあ、増産か減産かが入るんですけれども、は、需給の何々の要因となって、原油価格の上昇か下落かも要因になります。生産量を増減させる役割を有すことから、何々プロデューサーと呼ばれることがあるということですね。では、上から見ていきましょう。OPEC が意図してか偶発的にかなんですけれども、正解は意図してです。あえて増やす、あえて減らすということですね。意図して生産量を、まあこれですね、増やす場合はですね、増やすことを何というか、増産か減産かということですね。まあ、言葉の通り、これは増産です。生産を増やすことですね。需給の3番ですね。こちらは緩和か基準かなんですけども、3番は緩和要因ですね。緩むんですね。生産が増えると、需給が 今緩むということですね。これによって、原油価格の下落上昇。正解は下落ですね。需給が緩むので、価格が下がるということですね。つまり、あえて生産を増やして、需給を緩めて、価格を下げるということをですね、やっているんですね。逆に、こちらですね。生産量を減らす。こちらは、減産ですね。減らす。減産。そして、これは、需給の引き締め要因になります。原油価格の、これは、上昇要因になります。生産量を増減させる役割を有すことから、OPEC は、アップダウンでしょうか、スイングでしょうか。正解は、スイングです。こちらですね。まあ、振り子のようにですね、生産を増やす、減らす。ということで、やっていくときですね。によって、スイングプロデューサーと呼ばれることがあります。このように、OPEC ですね、こちらは生産量をあえて増やす、あえて減らす、需給を緩める、引き締めることによって、原油価格を上げる、下げるということをですね、やっているわけであります。これが OPEC のですね、役割です。では次にこちらをご覧ください。その OPEC を取り巻く環境なんですけれども、変わってきています。変化しています。そのことをこちらの方で言っています。何々年頃からは、どこどこの台頭、
世界的な何々を背景として、原油市場には以前には見られなかったさまざまな種類の投資者が参入ですね。そしてこちらですね、どこどこの原油生産量の急増などもあり、OPEC の原油価格への影響力は低下か増大かですねと見られているということですね。だいぶ環境は変わってきているということですね。では上からいきましょう。2003年か14年かですね。こちらは2003年です。この頃ですね、台頭していったのはアフリカか新興国か、こちらは正解は新興国です。中国ですね、インドですねを含めた新興国の台頭によってですね、世界的な何々などを背景、金融緩和ですね、特にですね、リーマンショック後なんですけれども、アメリカ、欧州、日本も含めてですね、金融緩和が行われたということによって余ったお金がですね、こちらの通り原油市場にはですね、参入、入ってきましてですね、それによってですね、以前には見られなかったさまざまなですね、種類の投資者が入ってくるんですね。これによってですね、環境は大きく変わりました。もう一点ですね、この4番目なんですけども、こちらは、アメリカ、中国、どちらかということなんですけれども、こちらはですね、まさにこれですね、アメリカなんですけども、原油生産量が急増したこともあってですね、相対的にですね、OPEC の原油価格への影響力というのは、まあ、低下したというふうに考えられています。というようにですね、ここですね、まあ、2000年に入った後ですね、だいぶ OPEC をですね、取り巻いている環境というのは変わってきているというふうに考えられます。では、こちらをご覧ください。今度はですね、OPEC のいろいろと書きました。これは OPEC の本部であったり、こちらですね、何カ国加盟しているかという点ですね。そして、OPEC 総会で使われている言語について書いています。選択肢はこちらですね、リヤド、ウィーンか、15か50か、2、5、6、9、11。公用語ですね、英語、アラビア語となっています。では、上から見ていきましょう。本部は、ウィーンです。ウィーンと言いますのはですね、もちろんですね、OPEC 以外にもですね、大きな組織がたくさん集まっている都市であります。その中に、まあ、OPEC もあるということですね。で、リヤドについては、これはですね、サウジの首都なんですけれども、本部はですね、リヤドではなくてウィーンにあるということになります。では、こちらですね。2018年10月時点で加盟国の数なんですけれども、これは15か50かということなんですが、正解は15です。15あります。で、こちらですね、内訳ですね。中東と北アフリカと西アフリカと中南米と分けています。中東ですね、まあ、やはり、まあ、一番多いんですけれども、国は6あります。こちらですね、北アフリカには2個あります。西アフリカですね、これもギニア湾の周辺なんですけれども、こちらは5あります。そして中南米ですね、こちらは2個あると。で、合計ですね、15あるということになります。では、その OPEC のですね、総会なんですけれども、原則年2回、開かれています。で、用いられている言語なんですけれども、こちらですね、選択肢は英語とアラビア語とありますけれども、正解はですね、英語です。アラビア語とですね、いうふうにこう、まあ、考えがちの部分もありますが、まあ、大きな、ね、そしてですので、みんながですね、わかるような言葉ということで、英語が使われているということになります。ではですね、こちらをご覧ください。中南米にもやっぱあるんですね。ベネズエラ、エクアドルなどがあります。やはりですね、こちら、中東にはですね、国が集まっていて、6つ国があります。カタール、イラク、クウェート、イラン、UAE ですね。そして、こちらですね、サウジがあります。で、こちらですね、北アフリカには、リビア、ナイジェリア、アルジェリアがあります。
で、こちらですね、西アフリカには赤道ギニア、ガボン、アンゴラ、コンゴ、ナイジェリアがあるということになっているわけであります。で、こちらですね、生産量を見ているんですけれども、この赤いですね、枠の中を、これがですね、OPEC なんですけれども、全体的にはですね、世界の大体4割強ですね、5割弱ぐらいのシェアを占めています。その中でですね、サウジが一番生産が多くて、次にイラク、イラン、UAE というふうな順番になっています。このような形で生産が行われていて、そのですね、生産の増減によって原油価格に影響を及ぼしているというのがですね、OPEC の例であります。ぜひですね、このあたりを覚えていただければと思います。では、今回はテーマですね、OPEC ということでご案内しました。では、次回もどうぞよろしくお願いします。